フォーマ N902i は NEC が開発した NTT ドコモの第三世代携帯電話端末製品である。N902i は n 9 0 1ズを踏襲した形状の折りたたみ、式端末。カラーバリエーションはインディゴブルー、シャンパンオレンジ、ミスティラベンダー、ダークワインの4種類。他のフォーマ 902i シリーズ同様、i チャンネルプッシュトークに対応している。 メインディスプレイには2.5インチモバイルシャインビュー e x 液晶を採用。背面のデジタルカメラは引き続き、スーパー CCD ハニカムであるが、有効画素数が200万に向上し、より高精細な400万画素相当の画像が撮影できるようになった。新たにデジタル画像処理によって立軸、横軸方向の手ブレを補正する機能も追加されている。テレビ電話用の内側カメラは、 有効画素数33万の CMOS に変更された。ボタン部分のデザインにも若干手が加えられ、暗所ではオレンジ色に発光する。ニューロポインターを装備するほか、背面液晶の上にはアシストキーが設けられた。これを押すことでメールの読み上げや不在着信の有無などを確認することができるほか、LED を内蔵し着信ランプを兼ねている。底面のアイモードフェリカは、 新サービストルカに対応した。アクセス性フルブラウザのネットフロント、アイアプリ、ドラゴンクエスト2と競馬シミュレーションゲーム、ダービースタリオンがプリインストールされている。ありがとうございます。